吉田さん、お疲れ様です。そう、メールアドレスっていうのは多分インターネットが始まった時と同時ぐらいに生まれた概念だと思うんですよ。そしてそれが未だに軸として使われてますよね。もちろんメールマガジンを発行する時もメールアドレスが必要ですし、 Amazon のアカウントを作る時もそうですし、あらゆる SNS っていうのはメールアドレスを入力してくださいってところが必ずありますよね。その中でも最も信頼されているのが Google の発行している Gmail だと思いますし、まあ、なんせね、 Google が提供しているサービスっていうのが一番多いわけですから、あらゆるものを Google 依存でやっていけるってことにはなりますよね。まあ何にしても始まりはメールアドレスから、で LINE なんですけども、確かに届きやすいんですよ。でも届くだけで結局読まれなければ意味がないじゃないですか。だから届くからといって乱暴な文章を出しても届いちゃうのが LINE アットが結構ね、面倒くさがられる要因になってると思うんですよ。メールマガジンっていうのはきちんとした文章じゃないともう件名で弾かれたりとかするし、あと全員に届くわけがないっていうね、トータル率 100% にならないってことで、やっぱりかなりセンシティブに送ると思うんですよ。で、迷惑メールホルダーに振り分けられてないかとかね、それから振り分けでゴミ箱入ってないかとか、さまざまチェックすること、そして一番元になるメールアドレスを情報発信者に届けるっていうところでね、かなり勇気を出してやってくれてると思うんですよね。まあ、そういうところをいろいろと考えていくと、メールマガジンをやっぱり扱えないと結局は行き詰まっちゃうのかなと思います。まあ、吉田さんが言われたように、BCC とかね、CC とかでも結局オリジナルのメールマガジンっていうのはスタンド使わなくてもできるわけですよ。特に人数が少なくても大丈夫なんですよね。私だから20人とか30人の単位に送るやつはもうメールマガジンいちいち作るんじゃなくて、もうブラインドカーボンですか、あれによって貼り付けて送ってますんで、メールアドレスがちゃんと届いたかどうかも確認できるし、まあ、速稼塾のコンテンツに関しましてはポータルサイトを作ってそれを一番最初に入塾した時にお渡ししてるんですよね。だからメールマガジンが届かなくても最新の更新情報はポータルサイトに直接行けば人類のサイトから見ることができるんで、まあ、見逃すってことはないですよね。そうなるとポータルサイトをブックマークしておくだけでもう毎日毎日更新している情報が漏らさず残さず見れるので、メールマガジンも必要なくなるってことにはなります。ただリスクヘッジとしてメールが届かなくなった時のこととともに、ポータルサイトがいきなりね、ドーンと人類がね、無料で使っちゃダメってなったら多分消されると思うんで、その時のためにいろいろと準備しておくかなってとこです。ただ吉田さん、ありがたいのはね、メールマガジンが届いてませんっていうふうに連絡をくださるんですよ。だから再登録しときますとか、今日の記事はこれでしたっていうふうに送ることもできますし、結果長い付き合いが始まります。で、私がその YouTube が停止された時でも毎日更新情報は送ることができるんですよね。で、アカウントの違う YouTube から同じように映像が届くんで、受け取る方としてはあんまり関係なかったってことですよね。サブチャンネルのチャンネル登録をしていただかなくてもメインの方で登録すれば全然同じ情報が流れますね。まあ、そういった意味でやっぱりメールアドレスをゲットしておいて本当に良かったなと思いますし、この仕組みっていうのは本当最強だなと思います。究極は究極はですよ、速稼塾の運営がなくても大丈夫ってところがありますんで、私はね。ただ速稼塾がないと困るっていう方もありがたいことにいらっしゃるんで、そういったこともね、プラスで続けていこうかと思います。速稼塾がなくてももう困らないよって方が本当に溢れてくると、まあ、私の動画っていうのは再生数ゼロになると思いますし、まあ、メールマガジンの開封率もゼロになると思うんですよ。それが本当に一番私の目指すところですよね。もう自力で稼げる人ばっかりで私のレベルの情報提供はいらなくなりましたっていうのが起きると本当にいいなと。私が目指してるのは結局そこなんですよ。もしくは信頼を失って誰も私の記事を読まなくなるってことでも仕方がないかなと思いますよね。はい、ということで、まだまだね、新しく来てくださる方とか、それから去っていく方もいらっしゃいます。新陳代謝がある状態です。1年前と1年後の今日っていうのは速稼塾を構成するメンバーっていうのは全く変わってますし、多分来年も変わるでしょう。でもありがたいことに最初からというよりも速稼塾が始まる前から付き合ってくださる方も未だにいらっしゃってね、そういう方との濃い関係っていうのは人生を共有に値するんじゃないかなと思います。はい、それでラーメン屋で働く話なんですけども、好きなことをやるのに本当にね、文句はないと思うんですよ。ギャラが薄かろうがどうしようがね。だって趣味をするとお金かかるじゃないですか。でも文句言わないですよね。で、趣味の時間をなるべくたくさん持ちたいと思うし、趣味の時間をたくさん持つともっとお金かかりますよね。 R34 大好きとか言ってね、ナイトライダー大好きとか言って持ってるだけで金がかかるわけですよ。でも嫌がりますかね、好きな人は。なんとか維持しようと思って頑張りますよね。でも嫌いな会社って維持しようと頑張るのに限界がないですか。
もっといい会社があったらそっちに移るとか、そもそもね、吉田さんもよく言われてますけども、経営者が自分の会社を嫌いな人を雇ってる、そしてお金も払ってる状態ですよ。モチベーションも上げなくちゃいけないし、いちいち技術提供もしなくちゃいけないんですよ。雇う側のなんかメリットってなんもないですよね。で、入社の時だけは御社のために頑張りますとかね、自分の成長発展のために、そして会社の貢献をやりたいと思いますとか言って騙してきますよね。一般従業員っていうのは騙して会社に入って、雇われたらもうね、横柄になって頑張ったふりをして、失敗しても結果的に給料は満額持って帰るみたいなね、とんでもない経営者に不利な仕組みですよ、多分この採用っていうのは。だからやっぱりこれからの会社経営は、入社する人が毎月固定額を会社に払うと、自分を採用してくれてありがとうと、技術提供してくれてありがとうと、情報収集してくれてありがとう、身分保証してくれてありがとう、で毎月30万払いますみたいな感じじゃないと経営者はとってもやっていけないですよね。それがだからこういったオンラインサロンっていう形じゃないですかね。経営者、いわゆるマネージャーね、オンラインサロンの運営者っていうのは、皆さんから固定費を、ランニングコストをいただいて、そのお金でもっていろんな設備投資したり、情報収集をしたりとかする、そしてそれを皆さんに分配することによって組織を成り立たせると。だから自力で、一日も早く自力で稼げるようにならなければ、どっちにしても退場していくか、自分の身銭を切って居続けるってことになります。ただ自分の身銭を切って居続けるっていうのは、そこにいたいというのが一番上に来てるからですよね。だからお金払ってでもいさせてくださいになるわけですよ。で、そこにいてね、なんか騙されてお金取られて、しかもいいことないよって言うんだったら、一刻も早く辞めるべきですよね。だから新しい会社っていうのはそういう風になるんじゃないかなと思いますし、そういう風にならないともうね、この新しい社会は持たないですね。なんか身分を与えてあげて、身分保証してあげて、金まで払って、情報も提供して、上司を貸してあげて、仕事を教えてあげてみたいなね、あの従業員至れり尽くせりみたいな時代はもう終わったってことなんですよ。これからは文句言う人はいりませんと。私の会社のためにお金を払ってでも勤めたい人は来てくださいと。そしたら皆さんの意欲に応じて教育はしますっていう形になるんだろうなと思いますね。いらっしゃい。